今日はですね、トラップ編なんですけども、はいね、ちょっと大事だ、ね、自分の目の前に止めない足裏軸足通しトラップをやりたい。RWS ドリブル塾茨城と千葉支部代表のラゴムコーチです。埼玉支部のタグミコーチです。今日はですね、トラップ編なんですけども、はい、ちょっと大事だ、ね、自分の目の前に止めない足裏軸足通しトラップをやりたいと思います。あと最後まで画面に注目してご覧いただければと思います。よろしくお願いします。今のと軸足通しなんですけど、僕は右利きなので、その左足が軸になります。その軸足の後ろを通してあげて、まあ、ターンするみたいな感じになるんですけども、これは背負った状態でもターンでクラッシュできるので、すごい相手も抜けるし、自分の目の前、横にもボールが置けるトラップになりますので、ぜひ相手が後ろにいるとき、まあ、横にいるときでもそうですし、挟まれたときに軸足を通して自分のプレー幅を広げてもらいたいなと思うんですけども、やり方はまずはインサイドですね。インサイド、リブラインナッツはないで、そうそう、いかなくてボールが来たら一発でインサイドで、その時に左足のこの後ろを通してあげるんですけど、前で触っちゃうと軸足に当たっちゃうので、ボールが後ろに来た時に触ってあげてください。でその時に足はボールが来るのと一緒に下げてあげる感じで、ボールのスピードにも合わせて下げる。ボールが速ければ早く引いて下げてあげてください。遅ければゆっくりで下ろすんですけど、このボールスピード、その味方のパススピードに向いて自分のそのターンの仕方と、あとは軸足の通す場所、その軸足の置く場所を考えながら実践にでチャレンジしてもらえればと思うんですけど。